ってはまずビフォアの状態をどんな状態だったかというと、はい、カラーについてカラーです。ビフォアのカラーですね。まずビフォアの状態は結構ショートが伸びきってる状態だったので、はい、マッシュがすごく伸びてる状態 でかつ襟足も長めな感じ、あと両肩も結構重めなので全く動かないような状態だったのと、前髪に関しても結構厚いので結構マッシュ感が強い感じのショートマッシュが伸びたような感じのベースでしたね。でカラーは、一応うちのカラーの得意としてる人にちょっとやってもらってるんで、そこはまたまた後で大丈夫ですか、はい、染める前の色ってざっくり何トーンの何色っていう、11レベルぐらいまであったと思うんですけど、それのちょっとこうオレンジベージュみたいな感じでしたね、色味は。はい、ではカットについて。カットは元々のマッシュの良さはしっかり残しておきたかったんで、マッシュベースはそのままにしてるんですけど、まあ、あとはサイドも結構短めなので、サイドからバックにかけてウエイトが下の方に下がってたので、ちょっとウエイトを上げて、その代わり襟足を残したことでウルフ感を出せるようにしました。そのままマッシュで切ってもよかったんですけど、そうすると通常の今までの彼女とそこまで雰囲気も変えられなかったかなっていうのもあるのと、ちょっとやっぱり彼女の新しいところをちょっと見せたいなっていうところもあって、今回は襟足を残して、マッシュウルフっていう形にしました。なのでサイドからバックにかけてウエイトをちょっと上げて襟足を強調させたのと、あと前髪とか、まあ、全体に関して重さを取れるように間をこう間引きながら軽さを出しながら作っていきました。であとはあんまりにも軽すぎると女性らしい可愛らしい丸みっていうフォルムもなくなってしまうので、そこは損なわないように間間を間引くことと、あとは頭の形が綺麗に後頭部が出るようにいるところといらないところをしっかり判断して、いらないところはしっかり落として、必要なところは間を間引いて動く髪の毛を作ってという形で、そこの、パーツパーツごとに質感調整の仕方を変えているので、よりその最終的な目的に対しての質感調整っていうのができているのかなっていう感じはします。動きとその丸みと質感を全部バランスこだわっている。はい、そうですね。あとは前髪もなんかこうしっかりもう少し目にかからない感じで切ってもいいんですけど、そうすると結構その可愛らしい感じの印象が強くなってきてしまうので、前髪の長さはちょっと若干長めにすることで、ちょっとこう雰囲気、目に少しかかるかかからないかぐらいのところで切ってあげるとちょっと雰囲気出せるかなっていう感じですね。もちろんそのお客様ってなると日常の生活がしやすいとかになってくるんで、そこだともうちょっと切り込むことが多いんですけど、本当にその見せ方とか雰囲気を作るっていう意味ではそのぐらいで設定してあげた方が雰囲気出るのかなっていうところで、前髪もそのぐらいで調整してます。